はい、それでは S2000 の市場インプレッションいってみたいと思います。 AP1 ですね、前期モデルになりまして、走行距離は103,600キロかな。で、車高調が入ってますけれども、まあ基本ほぼほぼノーマルな感じですね。まあ、ただフェンダーちょっと叩き出してたりとか、軽く詰め寄られてたりとかしてるので、前のオーナーさんはね、車外のホイール履いてたと思います。結構乗り心地いいですね、この車高調。すごくソフトな感じ。今履いてるタイヤはもう結構ね、ひびが入ってきちゃってるので、タイヤとしては硬い感じなんですけど、まあ、それでもまあまあ乗り心地がいいですね。で、気になるのがクラッチですね。これ S2000 特有のトラブルなんですけども、クラッチのレリーズベアリングガイド、この動きがですね、まあ経年劣化で渋くなってきてしまって、クラッチ切った時にこう動くんですけど、この動きがですね、こうギギギギギギっていう感じで動きづらくなっちゃうので、それがペダル踏んだ時もね、ギギギギギギっていう感じで、こうスムーズに稼働しなくなるんですね。それが出てるなっていう感じです。なんで、まあこの点は納車前の整備でね、改善していきますけども、まあとにかくこの、ね、ゼロ発進が今非常にやりづらいですね。アクセルのレスポンスはいいですね。ノーマルマフラーとは思えないぐらい、とてもレスポンスよく加速してくれます。で、室内に入ってくるような変な音も特にないですね。で、今エアコンつけてますけども、涼しい風も出てきてます。で、これ純正のナビ仕様の車なんですけども、デッキがないのでナビは映らないです。モニターだけですね。なので、まあうまくね、このモニター枠を使ってアフター品のモニター入れたりとかナビ入れたりとかはできますので、うん、いいですね。エンジンの加速はいい感じ。まあクラッチのフィーリングだけですね、このところだけ改善してあげれば、他はね非常に乗りやすい感じですね。あと、この車室内ちょっとタバコの匂いします。まあこれはちょっと実際車見ていただいて匂い嗅いでいただくのがいいかなと思いますね。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。